たしました。阪神タイガース対中日ドラゴンズ4回戦まもなく開始でございます。さあタイガースファンの皆さん、大きなクラップで選手を迎えましょう。昨日は延長までもつれ込んだ試合、佐藤輝明選手のサヨナラタイムリーで劇的勝利。さあ今日から首位ドラゴンズを迎えての3連戦、大事な大事な初戦を迎えます。1回の表、まず守ります阪神タイガース。